これから液状化現象についての説明を始めます。液状化現象とは、地震が発生した際に地盤がドロドロになる現象です。液状化は埋め立て地や大雨などにより地盤が緩くなっている場合に発生しやすいと言われています。液状化が発生すると建物が沈んだり傾いたりします。下水道のマンホールなどが浮き上がる場合もあります。実際にこのキットで確認してみましょう。スイッチを押すと液状化が再現できます。このように家屋は沈んでしまいます。実際に地震が発生した時もこのようになってしまう可能性があります。液状化が発生するとこのように建物が傾く以外に道路が使えなくなったり水や電気が使えなくなります。液状化は地域のハザードマップを見ると載っていますのでご確認ください。